Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. はい、クルアーンについて少し語りましょうということで、日本人の方でクルアーンを、まあ、日本語の和訳で読んだ時に最初どういう感想を持ったかですね、インタビューしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、なんか本当に自分に神様がアドバイスしているように感じました。なんか私アラビア語で読んだことがないので、アラビア語わからないので、神様がどういう口調で私たちに話しかけてるのかわからないんですけど、正直、でもなんかやっぱり日本人としてはなんか頼み事っていうかアドバイスしてもらってる時は敬語の方が気持ち的に受け入れやすいですよね。で、私がちょっと悲しかった時に、ムスリムの友人が、ラーターさんの言葉を教えてくれたんですよ。はい、で、私それから留学したりとか、一人旅に行ったりとかして、ちょっと寂しかった時に、ああ、そっか、私ムスリムじゃないけど、ラーターさんで、神様が近くにいるから寂しくないんだとか思って、自分を慰めてました。でも、このお役の、クランお役には、はい、解説が書いてあります、ちょうどいい量の解説が書いてあるんですけど、最後ら辺にもラーターさんが引用されてなんかコメントをされてましたね。で、なんかただ悲しくならないでってフォローしてるだけじゃなくて、なんで悲しくなっちゃいけないのか、それは悲しくなったら信仰心が薄れてしまうからとか、やっぱりクランは自分一人で読んでも理解できないなと思いました。やっぱり専門家の人の意見とか、いろんな人の人生にどうこれを活用してるかとか知って初めて理解できる本だなと思いました。わかりました。クルアンというのは実は、一般的な人もね、全然読んでもいいですし、全ての人のためのメッセージであると、まあ、クルアン自体が実はそうやって言ってるんですね。なので、宗教の本というよりは、倫理道徳のね、この本としてまた読む。生き方ガイド。そうですね。あと人生の道徳をたくさん教えてくれますね。あのムスリムじゃなくても、クルアン読んでみて、もし疑ったりとか、宗教だからじゃなくて、なんか読む時だけでも素直な気持ちでオープンハートで読んだら、たくさん人生の道徳が得られるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。このチャンネルに登録高評価していただいたらとても嬉しいです。 See you next time. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.